それでは、このまま始めさせていただきたいと思います。私、株式会社カサレアルの植草と申します。どうぞよろしくお願いいたします。早速、お話に入っていきたいと思います。本日お話しさせていただく内容なんですけれども、まずタイトル、DX を生かせに発展していく DevOps に必要な技術の連携を学ぶにはという内容でお話しさせていただきます。最初に自己紹介に変えさせていただく形で、弊社カサリアルと弊社サービスのご紹介、続いて、改めてちょっと DevOps って何とか、クラウドネイティブって何っていうお話をさせていただきながらですね、3番目として、DevOps、クラウドネイティブにおける技術連携とか、そういうのを学ぶ上での課題って何だろうっていうのをちょっと一体考えてみます。4番目としてですね、弊社カサリアルの方で、クラウドネイティブ道場という教育トレーニングのカリキュラムがあるんですけども、それをちょっと事例としてですね、どのようにこれを開発していったのかというお話を、3番目のその課題と合わせてお話しさせていただきます。で、実際その DevOps とかですね、クラウドネイティブの技術を使ってどんなことができるのかみたいなところをですね、イメージがなかなか見ないとしづらいのかなと思ったので、すごく簡単なデモで恐縮なんですけれども、まずは1個目としてですね、コード化、自動化したイミュータブルな環境の構築っていうあたりのイメージをちょっとお見せできればなという部分と、デモの2番目としましてはですね、CI からゼロでダウンタイム、そんな形でデプロイするイメージ、やはりちょっと見ていただければなというところをでも見ていただいて、最後まとめという形で進んでいければというふうに思っています。ではまず自己紹介に変えての弊社なんですけども、株式会社カサレール、1999年7月設立ですね。現在60名プラスちょっとで、主な事業としてはですね、システム開発事業、受託開発ですとか、SES みたいなといった事業と、教育研修、技術に絡んだ教育研修をやっておりまして、都営浅草線の泉岳寺の駅からすぐのところにオフィスがございます。で、このカサレアルですね、先ほどお話したように、ラーニングサービスということで、教育研修のプログラム扱っているところとですね、あとはビジネスソリューションサービスということで、開発支援全般をやっているという中で、おそらくですね、カサレアルという会社、聞いたことある方いらっしゃるのかなというふうにも思うんですが、大半の方はですね、上のラーニングサービスで、研修受けたことあるよとか、Java をはじめですね、言語研修ですとか、最近ではiOS ですとか、Android といった周りのカリキュラムを揃えているような感じですので、そういう方が多いのかなと思われる一方でですね、私の所属としては、このビジネスソリューション、ごめんなさい、ビジネスソリューションサービスというところで、開発で、その中が3つに分かれてまして、システム開発支援という形で、いわゆる受託ですとか SES という他にですね、業務改善支援サービスという名前付けさせていただいてるんですけども、直接的にそのプログラムを書くですとか、設計をするとかっていうところにちょっと外れちゃうんですけども、テストですとか、そういった自動化の支援ですとか、そういったことをさせていただいている、そういう部署を実は私、担当させていただいております。もうちょっと詳しくお話しさせていただくと、最初はですね、やはりテスト、あるいはビルドプロセスで、それをもう自動化していくことで、開発生産性を上げていこうじゃないかですとか、品質を上げていこうじゃないかといったあたりをお手伝いさせていただいておりまして、で、それに伴ってですね、自動化とかっていうと、大体ツールが出てきまして、セレニウムであったり、ジェンキンスであったりといったツールのですね、トレーニングなんかもさせていただいてたんですが、最近どんどんですね、ちょっと右側に移るんですけども、業務改善支援みたいなお話でやらせていただいてたところがですね、だんだんと言い方がですね、DX っていうデジタル技術を使って世の中のあらゆるものを良くしていこうみたいな流れをきっかけかどうか分かりませんが、DevOps っていう言葉であったり、クラウドネイティブっていう言葉であったり、もう最近ではほとんどのお客様が、クラウドネイティブ、うちも何かしなきゃいけないんだけどみたいな形でご相談いただく形が多くなりまして、最近はクラウドネイティブ推進支援サービスみたいな言い方をしていたりですとか、先ほどお話ししたツールのトレーニングを個別にやっていたんですけれども、これをちょっとクラウドネイティブ全般に広げた形で、まずはちょっとクラウドネイティブを道場スタイルというか、体で覚えるみたいな感じで学んでいただこうと、そういったトレーニングを始めたりしております。
ではちょっと改めてですね、まあ、DevOps って何だろうとか、クラウドネイティブって何だろうということを考えてみようと思いまして、まあ、ちょっと月並みですが、まずはDevOps とはっていう形でググってみたりして、で大体そういうのをググると、まあ、Wikipedia とか出てくるんですけども、まあ、これも改めてですね、ちょっと読み直してみたと。いうところで、まあ、概要のところに書いてあるのはですね、まあ、CI/CD みたいな形で、まあ、インテグレーションとかデリバリーっていうところを、まあ、自動化していこう、継続的に扱っていこうっていう流れで、まあ、そこの領域ではソフトウェア開発そのものに着目しているというふうに書かれている一方で、まあ、DevOps ってなってくるとそういった技術的な側面に加えてですね、開発運用みたいな組織的あるいは文化的な側面も含めて考えていきましょうというふうに書いてあったりします。で、そもそもの DevOps の定義のところもここも引用させてもらってるんですけども、高い品質を確保しつつ、まあ、システムの変更とかコミットしてから、通常の運用ですね、まあ、そのサービスが使えるようになるというところまでの時間をまあ短縮する、まあ、それを目的とした、まあ、一連のプラクティスですよと。で2015年現在っていうふうにウィキペディアに書いてあるんですが、まあ、そこぐらいから DevOps という用語自体がですね、いろんな文脈で解釈されるようになってきているということなんですが、まあ、絵で見てもですね、どちらかというとちょっとあえて2つ挙げてるんですけども、左側の絵って割とこう技術寄りというか、まあ、開発と運用が連携してどんどんサイクル回していきましょうねっていうイメージなのに対して、右側の絵って割とこう開発と運用とテストみたいなものが三位一体となって、まあ、集合のベン図で重なるようなところですね、赤集合の部分が DevOps なんだよっていう絵もあったりするんですが、まあ、どちらかというとですね、やはり開発現場にいると左側の方が見慣れるのかなという中で、改めてですね、まあ、CD/CI と DevOps、まあ、DevOps になってくるとその組織的文化的な側面も含めて考えていきましょうというところがやっぱりポイントになるかなというふうに思ったりしています。で続いて改めて、まあ、ちょっとクラウドネイティブという言葉も出してきたんですが、まあそうですね、世間ではその DX に始まり DevOps とかクラウドネイティブって割とこう言葉先行というか、ある意味バズワードというかキラキラワードみたいにですね、まあ、これを言っとけばなんとなく伝わるみたいな雰囲気がなくもないなと思う一方で、改めてそれ定義を聞かれたりするとなかなかちゃんと答えるのって難しいなということで、こちらも改めて見直してみました。でクラウドネイティブ考える上でですね、 CNCF という団体ございまして、まあ、Linux Foundation 由来なプロジェクトなんでご存知の方も多いと思うんですけども、クラウドネイティブコンピューティングファンデーションという団体ですね。でこれはコンテナ技術をはじめですね、その進化に関連する、まあ、あらゆる技術を、まあ、取りまとめていこうじゃないかというイメージで、2015年にまだ5年ぐらいしか経ってないということなんですが、まあ、現状ですわ では設立メンバーは、まあ、Google なんかに加えて、まあ、450人以上のいろんな名だたる企業の人たちが、まあ、これを運営しているということになります。で改めてこの CNCF がですね、クラウドネイティブの定義っていうのを、まあ、CNCF のホームページに掲載してたりするんですが、その中にはもう日本語訳に訳されたものも載ってまして、まあ、そこの抜粋をちょっと引用してきました。で読んでもですね、なかなか難しくなかなか解釈しづらいなという印象なんですけれども、まあまあ、私の認識という形で、誤解を恐れず言ってしまうと、まあ、太くした部分ですね、近代的でダイナミック、まあ、そんな環境においてですね、スケーラブルなアプリケーションを構築および実行するっていうことと、まあ、これをやることで回復性管理力および、まあ、観測性のある素結合システムっていうのが実現できるので、これをさらにその堅牢な自動化と組み合わせると、エンジニアはインパクトのある変更を最小限の労力で頻繁かつ予測通りに行えるといいことづくめじゃないかみたいな、まあ、そんなことを書いてあるのかなと。ポイントはですね、その DevOps とクラウドネイティブ、まあ、なんかごっちゃに扱うみたいな感じで、なんかこう友達みたいだなとか表裏の関係かなとか、まあ、いろんなことを考えるんですけども、まあ、実現する DevOps を実現する上でですね、やっぱりこのクラウドネイティブで扱われている技術
ていうのをいかに活用していくのかっていうのがすごく重要なポイントになるんじゃないかなということを考えております。で、このクラウドネイティブですね、ちょっとじゃあどうやってこれを勉強していこうかという今日のテーマにつながっていくんですけども、最初にご紹介したようにですね、そのクラウドネイティブっていうところを、仕事としてやっていこうって考えたときに、我々の教育研修もやってる企業なので、じゃあそのクラウドネイティブ の, トレーニングプログラムを作ろうじゃないかという話も出てきましたと。で、これをじゃあ作ろう、トレーニング、人にその技術を教えるレベルでプログラムを作ろうっていうことは、当然自分も理解してなきゃいけないわけですけども、これ自分たちで理解するときに、いろんな課題というか壁にぶつかりました。で、大きく4つ挙げさせてもらってるんですけども、その1点目ですね、この今表示しているのって、やはり先ほどお話したクラウドネイティブコンピューティングファンデーションが、ランドスケープっていう名前をつけて、その技術のカテゴリーごとにですね、関連するツール技術っていうのを、そのアイコンで固めてグループ化して、一覧できるようにしたものなんですけども、これパッと見ても数百、100は余裕に超えてますね、200、300ぐらいのツールであったり、技術っていうのが、グループごとにこう、もうひしめいてるみたいな、パッと見ただけで圧倒的なその数の多さとですね、範囲の広さっていうのに、ちょっと私も最初、おっって思ったんですけども、どこか圧倒されてしまうんじゃないかなと。で、これ、どっから手をつけるのかみたいな話が次に続くんですけども、またこの中でですね、眺めていった中で、知ってるかなみたいなのをこう拾ってみたりしてもですね、一個一個はものすごい重量級のボリュームがありますと。例えば真ん中に置いてある Kubernetes みたいな、これなんだろうって勉強して使えるようになるまで、関連するドキュメントを英語だったりするのがほとんどの中、一個一個見ていこうとすると、これ何ヶ月かかってもちょっとなんかこう分かる感じがしないなと。ちょっとそういう唖然とする部分、第2弾課題2として、一個一個の非常に情報量多くてボリュームが大きい一個一個勉強していくにはやっぱりそれなりに時間かかっていくだろうなというのが分かりましたと。で、今度3番目ですね、先ほどの絵でじゃあこの中から、グループごとに集められてるんで、グループの中からポイントになりそうなのを抜き出して、それを組み合わせながらなんかやっていきたいなとか思ってもですね、これどれと、まずどれを選ぶかっていうのもかなり難しい問題でしたし、これがどう連携していくのかっていうのがもうなかなかこう想像もつかないみたいな形で、選択組み合わせがもう大げさに、決して大げさではないですね、無限大というふうに感じた。これが3番目の課題として上がってきましたと。で、4番目ですね、いろんな技術がまたキーワードとして挙げられるんですけども、これ、例えば開発技術者の方はですね、コンテナ勉強しようとか、マイクロサービスやってみたいとか、やらなきゃいけないとか、あとは、イミュータブルってどういうことなんだろうとか、いろいろ考えていきたいんですけども、そもそもあんまりこう、明確なイメージって出てなかったりとか、現場でそういうイメージが実現まだできてないとかっていう、そういう状況が多いのかなというふうに思いました。で、仮にですね、下の方に書いたんですけども、開発技術者の人から見るとですね、例えば CI と言われている継続的なインテグレーション、これに関しては、割とこう、ジェンキンスなんかでパイプラインのイメージがあったりすると、レポジトリにコードをプッシュすると、自動的にその CI の仕組みがそのプッシュを拾ってくれて、ビルドして、場合によっては、単体テストとか自動化されたテストが動いて問題ないって確認された最新 の, 実行イメージが、それのリポジトリの方にまた上がっていくみたいな、そんなイメージがあるのかなという一方でですね、ちょっとその右側に今度は継続的デリバリーみたいな、そんな世界 CICD の CD の方どうつながるのかなっていうふうになった瞬間に、デリバリーのイメージがあんまりないなという問題があったりですね、逆に運用とか基盤の担当者の人から見ると、割と CI って開発現場の中でよく作られてるみたいだけど、何やってるのか深くは知らないと。で、一方で、
デリバリーということに関しては自分たちが今やっているような業務をいかに自動化していかにこう展開できるのかとか、どういった今そこに課題があってそれをどう改善していけるのかとかっていうところに、まあ、興味があって見ているので、基盤運用の人には比較的デリバリーの方があのイメージがあるのかなという一方で、まあ、細かい具体的なイメージはインテグレーションの方にないということが起きていたりですとか、まあ、左上のコンテナってあるんですけども、このコンテナの見方も開発技術者の人が、まあ、どこかやってみようとかっていうので、まず最初にやってみるのはおそらくですね、開発環境のコンテナ化みたいなことを考えて、新しくあの開発に加わったメンバーにですね、その開発環境を構築する手順をまた教えてとかっていうんじゃなくて、もうあのコンテナにして置いといて、それをもう持ってってもらえばすぐそこで開発できるようになるよねみたいな発想ってすぐ出ると思うんですけども、でこれが運用でどう使われるのかっていうところに関してはなかなかイメージがなかったりするのかなというふうに思ってまして、まあ、そういった意味ではですね、逆にあの基盤運用の技術者の人から見ればコンテナって、あ、なんかスケーリングするのに、水平方向のスケーリングするのにすごくいいなって思っていたりとか、ただそのイメージっていうのは開発の技術者の人にはなかなかあの見えてこなかったりですとか、まあ、そういった環境であの開発を進めたり運用を続けていくっていう中で、まあ、じゃ あのマイクロサービスってどうしてあの必要なのか、何がいいのかですとか、まあ、そんな中でイミュータブルな環境って、まあ、どういう意味合いを持つのかみたいなところが、なかなかやっぱりこう全体像はつかみづらいのかなと、まあ、そういった、大きな課題があるというふうに認識をしました。で、まあ、戻ってですね、まあ、弊社としてはそういったクラウドネイティブあるいは DevOps にあの今お話ししたようなですね、課題を解決しながらいかにあのトレーニングを受けてもらえるのかという中で、次考えていったのはですね、あの最初に課題の一番で、まあ、あまりにもあの範囲が広いとか数が多いというのをそのまま、まあ、先ほどのランドスケープの絵全体見ててもなかなかこう効率よくないだろうなということでですね、まあ、一旦、まあ、トレーニングをやる上で我々の方でですね、まあ、その見繕っていく選択の部分を、しておいて、まあ、それをどうつなげるかっていう組み合わせもある程度そのモデルケースとして作っておきましょうと。でそれを通して全体像を見ていただくことで、あのより具体的なイメージを持ってですね、あの全体を見ていただけると。例えば、まあ、何かの領域の1個のツールでそのツールとしてその領域としてのですね、あの役割みたいなものを、まあ、感じていただいた上で、まあ、その中で他のツールってどうなってんだろうとか比べてみたりとかってする上でもですね、まずはちょっと1個あのピックアップした中で、そのツールがどういう役割を果たしているのか、他とどうつながっていくのかみたいなところを、見ていただくと。でその上で、まあ、必要なものと比べて入れ替えてみたり、広げてみたり掘り下げてみたりっていうのをやっていただければいいのかなということで、じゃあまずモデルケースを作りましょうと、言ったことを考えました。でまた重量級のボリュームということで、先ほどのモデルケースって言ってる中でですね、まあ、右の絵の中にちょこちょこアイコン出てますが、まあ、こういったツールを組み合わせて、まあ、シナリオを作ってですね、まあ、流れユースケースみたいな感じで流れを作って、まあ、実際にそのデプロイするところまで開発を途中からですね、まあ、実際にそれがデプロイされるまで、まあ、どう流れていくのか、どうつながっていくのかみたいな、まあ、そういうシナリオを考え始めましたと。で実際やっていくとですね、ここをもうちょっと説明しておきたいなとかっていうのもあるんですけども、あえてですね、あまり掘り下げすぎずに、やはりその流れみたいなところを先に見ていただこうというところで、まあ、一個一個本当にあの依然重量級のままなんですけども、やっぱり本当に基本的な機能ですとか、つながっていく上で、こういうふうにつながっていくんだよっていうところをあの中心に拾ってですね、細かいところはちょっと、あえて後回しみたいな感じで、トレーニングを一旦組み立てようじゃないかということを考えていきました。で、まあ、3番目ですね、まあ、無限大にあるような選択組み合わせということなんですが、これもですね、やはり CNCF で、あのグラデーテッドプロジェクトと言われている、まあ、下の、左下のグラフにあるようにですね、まあ、最初はあの、アーリーアダプターみたいな人が、すごく挑戦的に、まあ、イノベーターとかアーリーアダプターみたいな人が、まあ、お試しというか挑戦的に
使い出して、まあ、だんだんそれが成熟していって、で頂点を極めるぐらいのところで、まあ、グラジュエーテッドのプロジェクトだよっていうふうに CNCF が認めたプロジェクトっていうのがやっぱりいくつかありますと。やっぱりそういった枯れた技術でだんだんこう認知度も上がっているみたいなものをやっぱり選んでいくのが、いいのかなということでですね、やはり各グループで、一旦まずチョイスするツールとしてですね、こういったグラジュエーテッドなプロジェクトというのを考えるようにしていきました。で、まあ、そもそもイメージがないというところで、まあ、先ほど少し開発担当の人とか、基盤運用の人とか、まあ、目線が違うと同じコンテナでも見方違うんじゃないかみたいなお話もしたんですけれども、一般的にですね、やはり企業の情報システムって、まあ、その企業の情報システム部みたいなところの、まあ、いろんな、細分化された組織チームみたいなものが支えているのかなと。で言ってしまうと、まあ、例えば基盤構築のチームだったり、まあ、情報システム部であれば課とかになるんですかね、まあ、チームとかがある一方で、まあ、アプリ開発のチームがあって運用のチームがあって、最近ではセキュリティ専門のチームみたいなのがあって、まあ、こういったそれぞれのチームが、まあ、3本柱4本柱っていう形でその企業の情報システムを支えているでしょうねと。これがですね、ちょっとクラウドネイティブみたいになってくると支えるというよりはですね、まあ雲の上にもうその情報システムを上げちゃってるみたいな形になって、で今まで通りの立ち位置からだとちょっと雲の上で手が届かないですから、まあ、皆さんちょっとイメージ的にはですね、雲に手が届くというか、雲の上のシステムに触るためにもですね、ちょっと山登りみたいな感じで、ちょっと登ってってですね、まあ、その雲の近いところに身を置くみたいな感じで登っていくのかなと。で先ほどの例えで、まあ、この絵の例えでいきますと、大体もともと違う立ち位置で、自分は基盤だよとか自分はアプリ開発だよとか違う立ち位置でその情報システムを支えていたわけなんで、まあ、この山登りのイメージでいくと、それぞれ別の登山口から別の登山ルートで、まあ、山頂より雲に近いところに進んでいこうとするイメージなんですけども、まあ、当然だいたい山って麓よりも山頂の方が面積狭いんで、まあ、山頂にみんながこう着くとですね、まあ、ひしめき合っちゃうというか、ちょうど最初のデブオプスの絵の右側にあったようにですね、まあ、集合のベン図みたいにちょっとオーバーラップするようなところも出てくるのかなと。でこれ何が言いたいかというと、今までは割とこうそれぞれ自分の立ち位置役割っていうのをしっかり持っていて、まあ、その役割の範囲でですね、企業の情報システムを支えていたみたいな話になると思うんですけども、まあ、やっぱり DevOps ですとかクラウドネイティブっていうのを進めていく中ではですね、それぞれの役割が重なった部分っていうのに、やっぱりその DevOps それからクラウドネイティブの、次の効果ですとか価値っていうのが生まれてくる、まあ、逆に言うとそこにもっと力をかけていけなければ、まあ、形だけの DevOps とか形だけのクラウドネイティブっていう領域レベルから、まあ、出せないのかなということがあります。でじゃあ一人で、まあ、今基盤にやってるんだけどアプリ開発運用セキュリティ全部見れなきゃいけないのかっていうと、まあ、一人一人当然限界ありますし、そういうことを言ってるわけではなくてですね、それぞれの、まあ、自分のバックボーンである役割だったり所属っていうのはもちろんあっていいと思うんですけども、ただ今までみたく自分は基盤だからアプリ開発関係ないとか自分はアプリ開発だから運用関係ないとかではなくてですね、やはりそれぞれ今まで各自の役割の中でいろいろ考えてきたことですとか抱えている課題ですとか、まあ、そういったところはシェアしながらですね、みんなで考えていくみたいな部分を、まあ、徐々に大きくしていく中で、その DevOps とか、クラウドネイティブっていうのが生きてくるというふうに考えていただければいいのかなというふうに思っております。で、ちょっとプラスアルファでですね、どのようにそのクラウドネイティブっていうのを勉強していったらいいのか、そういった勉強のトレーニングプログラムを作っていったらいいのかというのを、まあ、チーム作って何人かでずっと考えてきたわけですが、まず共通のスローガンというかですね、モットーとして、まあ、呼吸するようにまず自分たちは学びましょうよと、
呼吸っていうのは要は吸った息を吐くですね。で、まあ、勉強も理解、情報をこう取り込むっていう部分がある一方で、まあ、これをしかるべきタイミングできちんと吐いていきましょうっていうのを、モットースローガンにしました。でなんでこういう例えをしたかというと、まあ、当然分かりやすいからなんですけども、息って吸おう吸おうで吸い続けててももうすぐ苦しくなっちゃってこれ以上吸えないみたいなとこ来ると思うんですけども、まあ、それをきちんと吸ったら吐くっていうのを交互にやっていくことで、まあ、継続していってるというのがあるので、まあ、そういうのと本当に同じ感じでですね、自分たちもこのクラウドネイティブの勉強していく上では、もうちょこちょこ吸ったら吐く吸ったら吐く、具体的にはですね、まあ、個人のレベルではとにかく情報として目で見て取り込んで聞いて取り込んで、じゃあそれを実際に手を動かして、手に吐き出すっていう形で、まあ、やってみよう、体でそのイメージをつかむ、目で見るっていうのをフィードバックさせていくためにもですね、手を動かすことでアウトプットをしっかりしていこうと、これをもう本当にちょっと見たらすぐやってみようみたいな形で、個人のレベルでも、吸ったら吐くみたいに見たらそれやってみるっていうのをやると。で、あと、まあ、チームで動いてたんですけども、当然その先ほど見ていただいたようにですね、かなりボリューム大きいんで、とても一人で理解してまとめていけるような内容ではないなということで、まあ、チームでやってましたと。つまり個人で点ではなくてですね、まあ、チームとしてこう面で取り組んで切り崩していきましょうということをやったんですが、具体的にはですね、まあ、毎日夕会みたいなのを開く時間を設けまして、今日何を勉強してどんなことやってみて結果どうだったみたいなのを、まあ、各自報告し合うっていうのを、毎日やりながらそういうトレーニングプログラムを作っていきましたと。で、振り返ってみるとですね、まあ、これをやったのはかなり良かったなと思ってまして、それぞれがいろんな領域でどんどん勉強を進めていくわけですが、まあ、その中でですね、やはりこうつながるんだねっていうイメージ合わせもできたりとか、まあ、そのイメージがあることで、じゃあそのつながりに向かって自分はもうちょっと進めるなとか、まあ、ここから先はもう渡しちゃおうとかっていうのも、まあ、できたっていうことが、すごく効率よくこういったプログラムを作るのに役に立ったなというふうに振り返って思ったりしますので、まあ、皆さんもですね、ぜひちょっとこの辺はポイントになるかなというふうに思っています。あとはですね、まあ、ツールとして、それぞれ提供されてるんですけれども、当然クラウド環境でこういうことをやろうとかって思っていくと、いろんなクラウドにですね、まあ、それぞれマネージドサービスって呼ばれる形で、もうすぐ使えるような環境サービスっていうのは提供されてたりします。で、我々はちょうどこのプログラムをですね、Amazon の AWS をベースにスタートしたんですけども、まあ、例えば例として書いたんですが、その AWS なんかで言ってもですね、まあ、例えばそのジェンキンスでやるようなCI/CD のパイプラインの仕組みって、AWS にはコードパイプラインという名前でマネージドサービスありまして、まあ、すぐ使えるよ、まあ、Git に関してもですね、コードコミットっていうサービス名のサービス、まあ、これを使えばインストールとかいらずにですね、まあ、定義だけすればすぐ使えるよとか、まあ、開発環境もクラウド9っていう AWS 内の開発環境みたいなものがあるよとかですね、まあ、そういった形でマネージドサービスすぐ使えるようなサービスっていうのがあったりするので、まあ、この辺も使っていくことで、効率が良かったりとか、まあ、あえて自分で一回ツールでやってみたことをこのマネージドサービスに置き換えてみたりといった使い方をしていました。で、戻ってですね、まあ、そんな感じで、中央にある、まあ、今クラウドネイティブ道場っていうトレーニングプログラムでピックアップしているような、まあ、ツールですとかサービスっていうのが書いてあるんですけども、割とですね、この辺見ていくと、まあ、これ本当に偶然なんですけれども、LPI この1個前のセッションでお話がありました DevOps Tools Engineer 認定で、まあ、出てくるツールの名前なんかもですね、まあ、なんか網羅して結果網羅できてるなみたいなところもあるので、まあ、この辺はまあ、誰がやってもというかですね、まあ、誰が見てもやっぱり重点を置くべきところっていうのは重なってくるのかなというふうに思ったりもします。じゃあちょっとそうは言ってもどういうことなのかってなかなか見てもらえないのかなと思うんで、まずはちょっとアンシブルっていう
まあ、インフラストラクチャーズコードというかですね、まあ、構成管理なんかを、やるためのツールがございますが、まあ、そのツールで、サーバのプロビジョニングのデモとしてですね、まあ、アパッチのウェブサーバーのサービスインストールして、まあ、それをスタートした状態までもう持っていくっていうのを、まあ、やってみましょうということですね。で、Ansible っていうツールに関しては、まあ、最初、一番最初に覚えていただきたいのが2つありまして、ホストっていうファイルを使って、まあ、インベントリー、どういうサーバーを相手にするのか、どういうその対象を扱うのかっていう定義をします。例えば、今ここに書いてありますが、ホストの、そうですね、ホストの、ファイルの内容とかって、フロントエンドサーバーズって、まあ、IP アドレスが書いてあったりとかします。今ここではフロントエンドサーバーズっていう名前で、2つの、サーバー、2つの IP アドレスを扱いますということですね。でもう一つはプレイブックという言い方をするんですけども、まあ、どういう構成にするのかという定義をします。で、こういうインフラストラクチャーズコードですごくポイントになるのはですね、どういう完成した状態がどういうものであってほしいかっていうのをコードとして記述するということですね。で、こっちのプレイブックの中をちょっと見ていただくと、まあ、タスクスって3行目、4行目ぐらいにあるタスクスって名前にインストール httpd っていうふうに書いてますが、まあ、要はですね、YAM を使って httpd っていうパッケージを、ステートプレゼントって書いてあるんで、まあ、現行版の http のパッケージをインストールしてねと。インストールされた状態。で、あとその下にハンドラーズとかって続いて、まあ、サービスで httpd がステートがスターテッドになってるよ、まあ、インストールされてスタートした状態、まあ、こういう状態を理想としてるんだよ、こういう状態を目指してるんだよっていうコードが書いています。で、中央から右側にかけての中段ですね、まあ、実行っていうふうに書いてるんですけども、まあ、Ansible Playbook というコマンドを使って、ホストを指定してプレイブックを指定してってやることでですね、まあ、ここでホストに書いてあるフロントエンドサーバーズっていう対象に対して狙った httpd のパッケージがインストールされて、まあ、サービスとしてスタートされた状態まで持ってってねと、そういうことができるようになりますと。で、実際今見ていただいている画面ですね、まあ、上の方にあるんですが、下の第4オクテットが155とか165という2つのサーバーの箱、これはもう用意されておりますと。で、これ今リドローボタンを押して、再表示とかやっても、まだ中作ってないので、どっちもですね、このサイトにアクセスできませんという、まあ、返事が返ってきます。で、まあ、今ちょっとクラウド9上でですね、ハンシブル用意して、ホスト、今、たまたまこういう IP で、プレイブックこういう内容になってます。で、これに対してですね、まあ、コマンドで、ハンシブルプレイブックというコマンドを、打っていくことでですね、まあ、もう実際に実行しますと。まずは疎通確認みたいな形で2つの指定したサーバーちゃんと応答ありますねと。じゃあ一旦変更かけますということでもう終わったんですけども、httpd のサービスがインストールされてスタートしているので、まあ、これ終わった後にですね、それぞれリドローをかけると、まあ、httpd のテストページがまあ表示されるようになっているという感じで、直接そのサーバーに入ってですね、こういったサービスをインストールしてスタートするっていうことをせずにですね、どういう状態になってほしいかっていう定義を書いておいて、まあ、それをですね、ツールを使って、自動的に実現すると。まあ、これが進んでいくと、人が直接その対象のサーバーに触りに行くことはなくなっていってですね、まあ、人がやることはどういう状態にしたいかっていう定義をコードで書き換えて、まあ、そのコードをツールに加すと。まあ、いった流れでですね、まあ、イミュータブルな環境というのができていきますよと、まあ、すごく簡単なデモで恐縮なんですが、そういったことができるようになります。で、もう一個のデモですね、こちら、まあ、AWS の、マネージドサービス、先ほどご紹介したマネージドサービスで、コードディプロイという、まあ、デプロイをするため の, いろんなツールをサービスとしてすぐ使えるようなものがあるんですが、まあ、それをジェンキンスで呼び出す形でですね、環境を作ってみました。で、まあ、よくあるようにですね、開発者の人がまあコードの最新版をプッシュすると、
まあ、当然それがリポジトリに入るわけですが、これをジェンキンスが自動的にあのイベント監視をしてて、拾ってですね、まずは、これコンテナアプリケーションなんですけども、まあ、Docker ビルドをしましょうねと。次に Docker Hub にそのできた Docker イメージをプッシュしますよ。で、その上でですね、今度はそのデプロイツールであるコードデプロイに、デプロイを指示します。で、これどういうデプロイかっていうと、あのいわゆるブルーグリーンみたいな感じで、あの一旦ですね、新しいバージョンのセットを、横に作りまして、まあ、ロードバランサー的に、アクセス先をですね、古い方のバージョンのグループから新しいバージョンのグループにもう切り替えていきますよということをしてくれるので、まあ、ユーザーから見るとですね、あのよくあるデプロイの時にメンテナンス時間いつからいつまでサービス止めますみたいなことなしで、実際にこう自動的にこう切り替わっていくみたいなことができちゃうと。で、このデモで使うアプリケーションなんですけども、あの、まあ、コンテナで上で動くアプリケーションなんですが、まあ、実際にはですね、あの指定の背景色でホスト名とバージョン番号を表示するような、まあ、簡単なアプリケーションになってまして、現状ですね、全部あの背景色白で、バージョン 1.0 とかって書いてあるんですが、まあ、これをですね、背景色と、まあ、バージョン番号ですかね、まあ、この辺をあの更新してプッシュしていくと、実際にその動いているものも新しいものになっていくと。なかなかイメージしづらいかもしれませんが、ちょっとまずは画面を見ていただければと思います。左側ですね、あの4つブラウザーのウィンドウ開いてますが、まあ、それぞれコンテナの、ちょっと分かりにくいですね、左側の今オレンジでくくったところ、これがですね、あのコンテナの実際のアプリケーションの動きを示してまして、で一個一個のコンテナ、ホスト ID 表示してるんで、あの、それぞれ別のコンテナが動いているというふうに見ていただけると思います。で、このアプリケーション自体ですね、3秒おきに自動的にあのリドローをオートでかけてますので、まあ、あの見ていくとですね、あの変化があれば、まあ、表示が変化すると。で、まあ、簡単なシェルでですね、あのコード、アップデートコード SH というシェルで、まあ、更新をプッシュできるんですけども、今、背景色白ですが、背景色青で、まあ、バージョン 1.5 だよという変更をプッシュをします。で、これをプッシュすると、まあ、あの、コミットに対してコミットして、まあ、プッシュうまくいきましたということですね。で、これが今プッシュされたので、ジェンキンスの方でですね、まあ、このイベント、あのちょっとまず、あ、もう左、ビルド実行状態というところに、あの新しい、タスクが出てきましたけども、実際にこう拾われて、先ほど絵で示したパイプラインのところですね、まあ、一番上に新しいのがもうできて、まずは、チェックアウト SCM というところができまして、どんどんパイプラインの中のステージが進んでいくということになります。で、今実際ですね、コンテナ4つなんですけども、この4つのコンテナですね、更新かけると、一旦倍に、膨らむのかなということで、新しくですね、バージョン 1.5 で背景色青っていうので動くためのコンテナっていうのを横に、8個作るようなイメージになりますね。一方で、あのデプロイツールっていうのがこう動いていっているので、あのコードデプロイっていう、今進行中になってますが、もうちょっとした詳細を見ていきたいと思います。このコードデプロイの、まあ、一行のタスクですね。この中身が、実際にですね、このコンテナをまず倍にして、新しい、あ、もう倍に、もうちょっとでなりますね。今動いている4つの背景色白、バージョン 1.0 の横にですね、背景色青、バージョン 1.5 と指定したものを、まあ、ペンディングがまだ2個ありますが、コンテナを準備している状態になっております。で、これが、そうですね、もうちょっと、
お待ちいただければと思うんですが、その間にですね、下の方にトラフィックの移行進行状況というのが見えたりしてまして、今オリジナル 100%、背景色終了バージョン 1.0 が 100% で、まあ、トラフィック制御ロードバランサー号がしておりますが、これコンテナの準備が整って通信の制御が終わりますと、あ、もう4つコンテナ全部ランニング状態になってますね。ロードバランサーの方でですね、溜まってるアクセスが、ないのを確認して、置換という背景色青でバージョン 1.5 の方にですね、どん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 切り替えていくといったところ、もう準備段階に入ると思うので、左側の4つ のウィンドウに注目していていただければと思うんですが、これが準備ができてくると、段階的に背景色青でバージョン 1.5 というのに、なってくると。ステップ2に移行するとですね、これが一気に切り替わるというか、大丈夫なことを確認でき次第順次切り替わっていきます。あ、ちょうどステップ2に入ったので、で置換の 100% の方に誘導が変更してきたので、これ、あ、そうですね、こんな感じで順次切り替わっていきましたということで、そうですね、ちょっと画面でちょこちょこあっち見てこっち見てっていうのをしながら分かりにくかったかもしれませんが、自動でこういうことをツールがやってくれたりします。でこのツール便利なところはですね、こういうロールバックする仕組みとかがあって、ちょっとこれ押してみるとですね、なんかリリースしたけど問題あった、急いで元に戻して切り戻してくれみたいなこともですね、今もうロールバック指定したので、準備ができると、順次元の背景色白バージョン 1.0 にこう戻ったりと、こういった制御も自動化というか、ボタン一つでできたりと、こんなことをデプロイツール使って自動化していくと、できるようになりますと。はい、で時間が迫ってきたのでまとめに入らせていただきますが、ちょっと短い時間でお伝えする内容がちょっと多くて厳しかったんですが、ポイントはですね、やっぱり広く浅くその全体像のイメージ作りとか連携イメージ、ツールを組み合わせていくとどういうことができるのかっていうのを、優先させてですね、できるだけこう手を動かしながら、できれば一人でっていうよりは複数人で面で覚えていくみたいなことをやっていただいた方がですね、そういう DevOps ツールズ、そのエンジニアリングに関わる人になっていくという上でですね、勉強していくのに非常にいいのかなと。でなかなかこう見る機会がない人はないかと思ったんで、ちょっとデモ2つ見ていただきました。というわけで我々のですね、クラウドネイティブ道場もですね、全体像のイメージをつかんでいただくというのを目的に、比較的手を動かして一旦全部動きを見てくださいという内容でやっておりまして、実際それや、そういう進め方でじゃあ自分が掘り下げたいとこどこなんだろうとか、知らない領域どこなんだろう、効率的な学習ですとか、そういった中で、より実践的なスキルにつながっていくのかなと。で当然掘り下げたい部分とか切り開いていきたい部分って他に出てきますので、その先で出てきますので、そこはですね、我々としてもそれをフォローするような一個一個のツールの個別のコースっていうのは後からこう作り足していくと、そんなアプローチをしています。元のところはですね、今トレーニング、クラウドネイティブトレーニング道場はこのように 7コース8日間の内容になってまして、で文章で書くと、こんなことをやってますよということですね。で環境もですね、AWS の環境、弊社のトレーニングを受けていただいた方には、弊社の AWS アカウントも使っていただいて、ご自身でその AWS のアカウントを受講にあたって用意していただく必要ございませんし、コンテンツとしてもですね、もうウェブで提供するような感じになっておりまして、使う PC も、ご自身の使うなった PC がですね、ブラウザーがあって、ネットにつながっていれば OK ですよということでやらせていただいております。ちょっともしよろしければ詳細、弊社ホームページの方にもありますので、ちょっと二次元バーコードで、URL 取っていただければと思いますし、ちょっと今日見ていただいたものを簡単なのを2つしか見てもらってないんですが、弊社の方でですね、PTX さん経由で、
過去にやったこういったデモ、ウェビナーの動画配信なんかもやっておりますので、よろしければそちらもご参考ください。すごく急ぎ足でしたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、以上私の内容になります。はい、植草さん、ありがとうございました。